ゼインズビルはアメリカ合衆国オハヨ州中東部に位置する都市。オハイオ川の支流であるマスキンガム川とリッキング川との合流点に形成されており、合流点にかかる Y 字橋で知られる。人口は25,487人。ゼインズビルに軍庁を置くマスキンガム軍一軍のみでなる小都市県は86,074人の人口を抱えている。 より広域的には、ゼーンズビルは、約90キロメートル西に位置する州都コロンバスの広域都市圏に含まれており、その人口は230万人を超える。ゼーンズビルは1800年に、この入植地を創設したエベネザーゼインにちなんで、名付けられた。1747年に、バージニア植民地に生まれたゼインは、1770年に、同植民地のオハヨ川のほとり、 現在のウェストバージニア州ホイーリングに移り住み、1797年にホイーリングから北西部領土を通ってケンタッキー州ライムストーに通ずるゼーンズトレイスと呼ばれた道を作った。ゼーンはこの道がマスキンガム川を横切る渡しかつリッキング川との合流点近くにゼーンズビルを創設し、渡し船を航行させた。この合流点には1814年、 リッキング川の南北両岸とマスキンガム川の東岸を一本の橋で結ぶ最初の Y 字橋が架けられた。ゼーンズビルに置かれた二代目のオハイオ州会議事堂、長者1810年、州都がチリコシーから移され、ゼーンズビルはオハイオの省閣以来二代目の州都となった。しかし、その翌々年、1812年には、州都はチリコシーに戻された。その後、 1816年に、シュートはコロンバスに移され、現在に至っている。しかし、シュートがわずか2年で移された後も、ゼーエンズビルは地域の商工業の中心都市として成長した。1840年代には、職人や商人が集まり、この地域の豊富な粘土を生かした陶器や石鹸、ろうそくなどが生産された。特に生陶は、 19世紀中盤から20世紀前半に至るまで、ゼーンズビルの地域経済を支える重要な産業となった。1890年に、ゼーンズビルで製党を始めたサミュエル・ウェラーは、1910年代には、世界最大の製党業者に成長した。しかし、世界強行以降は、ウェラーの工場の経営は傾くようになり、1948年には、閉鎖した。 市の人口も1950年の国勢調査では4万人を超えてピークに達したが、その後は減少に転じている。ゼーンズビル市中心部ゼーンズビルは北緯39度56分26秒整形82度、0分26秒に位置している。市はオハイオ州中東部、州都コロンバスと宗教となっているオハイオ川を越えて、 すぐのウェストバージニア州ホイーリングとの中間、ややコロンバス寄りに位置しており、コロンバスからは東へ約9 0トルホイーリングからは西へ約1 1 5トルである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、市の総面積は31.44平方キロメートルである。そのうち30.48平方キロメートルが陸地で0.96。 平方キロメートルが水域である。総面積の3.05%が水域となっている。地域は、オハイオ川の支流であるマスキンガム川に、その支流であるリッキング川が合流する地点を中心に、南北に細長く伸びている。エコリージョンとしては、オハイオ州内では、東部から南東部にかけて広がる西アルゲーニー大地に属している。市中心部に立地する。 マスキンガム郡地方裁判所での標高は219メートルである。ゼインズビルの気候は中西部としては温暖な部類に入り、夏は南部同様に暑く湿気が多いものの、同緯度の東海岸諸都市と比べると冬の寒さが厳しい内陸性の気候である。最も暖かい7月の平均気温は摂氏22度、日中の最高気温の平均は、 摂氏29度に達する。最も寒い12月の平均気温は、氷点下接氏1度、最低気温の平均は、氷点下摂氏6度まで下がる。降水量は、冬季の1月、春季の3から4月、及び夏季の6から7月に多く、月間約90から115ミ、mm、リメートル程度、一方周期の10月には少なく、月間40ミリメートル程度であるが、 その他の月は55から75ミリメートル程度である。年間降水量は約930ミリメートルである。また、中北部エリーコガンのクリーブランド等と比べるとかなり少ないものの、冬季には降雪も見られる。11月から3月までの降雪量は月間7から15センチメートル程度、一冬では約60センチメートルである。の気候区分では、 ゼーンズビルは温暖湿潤気候に属する。ゼーンズビルの市街地はマスキンガム川とリッキング川の合流点を中心に形成されている。市中心部はマスキンガム川の東岸、北に、週刊高速道路、I-70、南にマスキンガム川運河、東にアンダーウッドストリートに囲まれた地域におおむね形成されている。 ゼーンズビルが政党をはじめとする工業で栄えていた。時代、1970年代以前には、市中心部は、市の経済の中心地で、工場、事務所、大小様々な店舗、ホテル、劇場、映画館などが立ち並んだ。しかし、1970年代以降は、市中心部は、サビレ、銀行や法律事務所、協会の他には、小規模な店舗が立つのみとなっている。 ゼーンズビルの街路は、市中心部においては、比較的整然と区画されている。市中心部で南北に通る通りには、数字がついており、マスキンガム側から離れるほど数字が大きくなる。これらの通りは、市の目抜き通りである、メインストリートを境に、北と南に分かれている。一方、東西に通る通りには、メインストリートのみ、マスキンガム川合で、西。 ナインスストリート伊東で東がついており、その他の通りには東西の区別はない。マスキンガム郡地方裁判所、メインストリートとフォースストリートの北東角にはマスキンガム郡地方裁判所の庁舎が建っている。イタリアネート建築様式のこの庁舎は1973年に国家歴史登録財に指定された。また、メインストリートが市中心部から西へ、 マスキンガム川とリッキング川の合流点を渡るところにはゼインズビルのシンボルである Y 字橋がかかっている。Y 字橋の下流、シックスストリートがマスキンガム川を渡るところには、シックスストリート橋がかかっており、その対岸にはパットナム歴史地区が広がっている。パットナム歴史地区は1975年に国家歴史登録財に指定された。ゼインズビルは 市長制をとっている。市長は、市の行政の最高責任者であるとともに、市の治安維持の最高責任者であり、市の公共サービス局長、公共安全局長、及び公共サービス局、公共安全局それぞれの下に置かれている各局の、局長の任命、及び、悲免権限を有している。市長は、全市からの投票で選出され、その任期は4年である。 市の立法機関である市議会は9人の議員、議長及び書記官からなっている。9人の議員のうち6人は市を6つに分けた小選挙区から1人ずつ選出され、残りの3人は全市から選出される。議長及び書記官は議員とは別にそれぞれ選出される。ゼーンズビル市営空港のターミナルビルゼーンズビルに最も近い商業空港は、 コロンバスのダウンタウンから東へ1 1トル、ゼーンズビルの中心部からは西へ約8 0トルに立地するポートコロンバス国際空港である。同空港からは西海岸の一部を除く三大航空会社各社のハブ空港からの便が就航している。市中心部から東へ約9キロメートルにもゼーンズビル市営空港が立地しているが、こちらは ゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機等の発着がある時になっている規模の小さい空港である。周回高速道路 I-70 は地域のほぼ中央、市中心部の北を東西に通っている。I-70 はボルチモアからユタ州へ大陸をほぼ横断する幹線でオハイオ州内においても州のほぼ中央を横切り。 コロンバスやデートンへと通ずる重要度の高い道路である。この i-70 とほぼ並行して、ゼーンズビルにおいてはメインストリートとなっている国道40号線が東西に通っている。また、国道22号線はシンシナティからランカスターを経由して、ゼーンズビルで国道40号線と合流し、その東のケンブリッジで分岐してスチューベンビルを経て、 ピッツバーグへと至っている。グレーハウンドのバスターミナルは、市中心部、メインストリートとセカンドストリートの南東角にあり、コロンバス、インディアナポリスセントルイス方面と、ホイーリングピッツバーグニューヨーク方面とを結ぶバスが、投降、西行とも1日2便停車する。また、このバスターミナルは、マスキンガム郡とガーンジー郡で、路線バス及びシャトレバスを運行する。 南東地域交通のゼーンズビル側のターミナルを兼ねており、ゼーンズビル市内をカバーする4路線の路線バスが発着する。オハイオ大学はアセンズの本校の他に8つある地方キャンパスのうちの1つをゼーンズビルに置いている。同学のゼーンズビルキャンパスは市中心部から北西へ約4キロメートルに立地している。ゼーンズビルキャンパスは地域密着で通学生を受け入れている。 ゼーンズビルキャンパスにおいては5つの準学士及び13の学士専攻プログラムに加えて6つの副専攻プログラムを提供している。オハイオ大学ゼーンズビルキャンパスの179エーカーのキャンパスは地元コミュニティカレッジの全員修立カレッジと共用しているものである。全員修立カレッジは二年生の準学士プログラムのかにサーティフィケートプログラムや 職業訓練も行っている。全員州理スカレッジは、全図ビルの本校のほかケンブリッジにもキャンパスを構えており、また、本校の北西約7 5トルリッキング川の人造湖である議論湖に隣接して、自然資源センターも有している。ジョン・マッキンタイヤー図書館。ファサードには、オープントゥーオールと浮き彫りで刻まれている。また、ゼインズビルの中心部から東へ、 約 25km、マスギンガム郡の東端で、ゼーエンズビルとケンブリッジの中間にあるニューコンコード村には、1837年に創立した長老派協会系のリベラルアーツカレッジ、マスキンガム大学が立地している。同学は、US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは、中西部の地方区の大学の中で上位50位前後、 もしくはそれ以内に入る評価を受けている。ゼーンズビルにおける K12 課ほどは、ゼーンズビル市学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。同学区は小学校3校、中学校1校、及び高校1校を有し、約3400人の児童、生徒を抱えている。マスキンガム郡の公立図書館である、マスキンガム郡図書館システムは、ゼーンズビルの中心部。 フィフスストリートとシニックストリートの北東角に立地するジョン・マッキンタイヤー図書館を本館としている。1905年に開館したこの図書館はアンドリュー・カーネギーによる援助を受けたものであるがカーネギーの名の代わりに創設者の名であるジョン・マッキンタイヤーの名が冠されることをカーネギー自身は特別に許した。マスキンガム側の第10公市内を流れるマスキンガム側は 市の名所にもなっている。マスキンガム川はかつて水運に使われており、その流路上11箇所に拷門があるが、その第10拷門はゼーンズビルにある。1837から41年にかけて建設されたこの拷門はマスキンガム川では唯一の二重拷門である。この拷門を含むマスキンガム川の広報システムは2001年にアメリカ土木学会によって 歴史的土木建造物に指定された。また、メインストリートの一ブロック北を通る、マーケットストリートの生誕。この第10公門の少し上流のマスキンガム菓には、ゼーンズランディング公園があり、外輪船ロレーナ号が停泊している。ロレーナ号は、夏季の6から10月にかけて、遊覧や予約制のランチ、ディナークルーズに運行される。ゼーンズビルのイ字橋、第10門の下流、 リッキング川との合流点には、ゼーンズビルのシンボルである、マスキンガム川の東岸とリッキング川の南北両岸を一本の橋で結ぶ Y 字橋がかかっている。最初の Y 字橋は1814年に架けられ、以後1819年、1832年、1902年、そして1984年に架け替えられ、現在に至っている。100年以上前に、 ゼーンズビルのある住民が、道に迷った旅行者に、橋の真ん中へ行って左へ曲がりなさいと案内したという話は、現在でも語り継がれており、ゼーンズビルの住民の間ではよく知られたジョークになっている。また、アメリアンやハートは、このワイジ教の存在のため、ゼーンズビルは、全米で最もわかりやすい街だと述べた、とも言われている。この橋は1973年に、 国家歴史登録財に指定された。市中心部からシックスストリート橋を渡って、すぐパットナム歴史地区内には、マスキンガム軍内最古の建築物である、インクリースマシューズ医師の家が保存されている。この家は1805年に建てられたもので、1970年にマスキンガム軍歴史協会に寄贈された後は、博物館として一般に公開されている。この家では、 軍事史や考古学に関する事物やネイティブアメリカンの工芸品、キルト、地元のガラス工芸、陶器などが展示されている。同じくパットナム歴史地区内、このインクリースマシューズ医師の家の近くにはストーンアカデミー史跡、博物館が立地している。この建物はもともと1809年に新しい集教者とするためにマシューズらが建てたもので、その後は 公共の建物として使われ、1830年代には地元における奴隷制度廃止運動の拠点となった。その後1840年に一般の家屋に転用され、現在は博物館となっている。同館ではマッキンタイアー夫妻をはじめとする肖像画や王子の家具、陶器、ネイティブアメリカンの工芸品などが展示されている。また、 1870年代にこの建物に住んだ小説家、劇作家、女優、フェミニズム運動家、エリザベス・ロビンスの作品も展示されている。市中心部から北へ約5キロメートル、ミリタリーロード沿いには、ゼーンズビル美術館が立地している。同館はアメリカ合衆国、ヨーロッパ、アジア、アフリカの芸術作品のほか、 地元オハイオ州を題材とした作品や、アメリカ合衆国の陶芸品を収蔵、展示している。また、市中心部、シニック、ストリートとフォースストリートの南西角には、1776席のホールと450席のミーティングスペースを有する、セクレスト行動が立地しており、ミュージカル、コンサート、ダンスなどの演技芸術の公演のほか、会議や結婚披露宴にも使われている。 以下に、ゼーンズビル市における1800年から2010年までの人口推移を表及びグラフでそれぞれ示す。なお、ゼーンズビル小都市圏は、マスキンガム群一軍のみで構成されている。コロンバスマリオンゼーンズビル広域都市圏全体の人口については、コロンバス都市圏人口を参照のこと。ありがとうございます。